こんにちは。国内ダンスツアーの塊、中富屋川谷、クラビター竹ちゃんです。本日はですね、グラファイトデザインの最新シャフト、ツアー AD HD について調べてみようと思います。 HD って何の略やろな。グラファイトさん、すいません。まずは振動数を測ってみよう。はい、本日はですね、グラファイトデザインの最新シャフト、ツアー AD の HD というシャフトについて調べようと思います。まずは、50g の S の振動数上がっています。260ですね。はい、続きまして、ツアー AD HD の 60g の S の振動下がっています。264ですね。はい、それでは比較対象としてツアー AD の TP の 60g の S の振動下がっています。264ですね。続いて打ってみよう。はい、それではまずツアー AD HD の5の S を打ってみます。はい、続きましてツアー AD HD の 6S を打ってみます。はい、それでは比較対象としてツアー AD の TP の 6S 打ってみます。データを見てみよう。はい、今回はですね、9月10日に発売されたあのグラファイトデザインの最新シャフト、ツアー AD HD というシャフトを紹介しようと思います。 HD ってはハイパードライブの略ですね。で、まあちょっとね、最近国内のダンスツアーがなかなかテレビでね、あの中止が続いてなかなかテレビで出ないんですけども、まあ実際もうあのグラファイトデザインっていうのは男子プロの使用率が非常に高く、国内でもナンバーワンなんですけど、まあ、今回もうすでに投入しているプロとしては時松龍子プロですね、がまあ使用しているということで、やはり男子プロの評価は高いシャフトです。と同時に、まあ、これはもう個人的な見解として聞いてください。あの久々に私、まあ、クラブフィッターしてるんですけど、まあ、してるって、まあ、いつも言ってますけど、あの久々にグラファイトデザインであの売りたいなっていうシャフトですね。これはもうさっき言っておきます。あのフィッターとして売りたいっていうシャフトが、まあ、どっちかというと万人向けではないです。というのもシャフトっていうのはやはり合う合わないが出るのが僕ら楽しい、あのワクワクするタイプなんですよね。ってなってくると、やっぱ全般に受けるっていうと中調子系が多い中で、結構これさっき言いましたよ、中です、完全は中なんですけども、かなり特徴的なシャフトなんで、そこをちょっと説明していきますね。結構今回この、ツアー AD の、HD っていうシャフトはハマる人はドハマりするタイプのシャフトです。シャフトとしてはグリップ側、手元ですね、手元側と先端側を固めた、必然的に中が柔らかくなった中調子と思ってください。まあ最近よく出る中調子っていうのはわざと中の方を緩めるっていう考え方なんですけど、これは手元と先端を固めたから必然的に中が柔らかくなった中調子、まあ典型的な中調子といえば中調子なんですけども、ここまでメリハリがついたシャフトっていうのはなかなかここ最近なかったです。イメージとしてはダブルアクション、ダブルキックシャフトの逆です。手元と先端両方が硬いのでシャフト運動量が最も少ない系統のシャフトですね。逆に言えば動かない分安定します。距離が出るか出んかっていうのはこれはその人によりますけども、安定性が非常に高い。実は過去のグラファイトデザインのシャフトでいうと DI っていう、もうこれ未だに、男子プロもしくはまあアマチュアの方でもハードヒッターが未だに DI を打ちたいっていう人がおる中で、ちょっと前のシャフトやからなかなか僕も進めれないですけども、その後一応後継式として出たのがこの今日打たせてもらった TP なんですね。 TP
ただ残念なことに TP っていうのは僕 DI のシャフト、後継シャフトって言いながら説明してましたけども、手元と先端の硬さがちょっと硬いんですけど DI ほどメリハリがなかったんです。だからまあ言い方悪いですけどちょっと中途半端、 DI の後継っていう中では中途半端なシャフトやったんですね。その間どころ出たのが今回の HD です。だから DI はかなりハードやった、 TP ではちょっと物足りなかったっていう人はこの今回の HD っていうのは非常に面白い。まあ実際じゃあ私の弾道ちょっと見ましょうか。決して距離が出てるわけではないですが、 5S も 6S も非常に安定している。234ヤード、248ヤード、距離で言えば TP の249が一番飛んでますが、私はここまで硬いシャフト、両端硬いシャフトってはあんまり抜かないんですけども、安定性はダントツ、白も赤もほとんど曲がってないです。それだけこのシャフトっていうのは、まあ、DI とかもそうなんだったんですけど、ハードヒッターが曲げたくないというシャフトとしてはすごい良かったんですよね。ハードヒッター向きで、ハードヒッターがもうできるだけ OB 減らしたい、球を曲げたくないっていう人が合うシャフトなので、やっぱりターゲット層というか、まあ、進めていくシャフトは 50g 以上ですね、50、60、70台っていうシャフトがドライバーシャフトとしては進めやすいシャフトだと思いますので。ただ逆に言うとシャフト、さっきから言うようにシャフト運動量が非常に少ないシャフトなので、シャフトをしならせて飛ばしたいっていう人には不向きなんですよ。両端が硬いっていうことで、シャフト運動量が少ないってことはどういうことかっていうと、長尺化しやすいんですね。長尺にすると運動量が必然的に増えちゃうんですよね。シャフトのしだりが増えちゃう中で、こういう運動量が少ないシャフトっていうのは長尺化しやすい。実際男子プロでも46インチを試そうかっていうプロも出てきてるみたいなので、そういう意味では長尺化しやすいってメリットがありますね。だからどちらかというと近年、そうですね、リシャフト業界っていうのがどっちかっていうと軽量とかで、あまり、まあ、一般アマチュアですね、ヘッドスピードが速くない人が距離を出せるシャフトが主流になってきてる中で、久々にハードヒッターが曲げたくないっていうシャフトが出たなという意味で、まあ、僕がちょっと期待してるというところではあります。ズバババゴルフ、かなりワクワクして話してたんですけどそうですね、やっぱり、やっぱ一応クラブフィッターしてたら自分がこう、まあ、これはさっき言っておきますけど、やっぱこれは売りたいなとか、ハマる人おるやろなっていう風に考えるんですよね。僕もそのまず人に打たす前にこう考えるときに、なんか久々にこう DI っぽいシャフト出てきたなと。もう本当こういうシャフト最近なかったんで、もうこれは別にグラファイトデザインに限ったことじゃなくて、もう各社やっぱり言い方悪いですけど飛ばないんですよね。飛距離が出るシャフトではないので、運動量が少ない出るわけじゃないですけど、こういうのを求めてる人も結構おったんで、もう久々にまあクラブフィッターとして、あ、質問下げて申し訳ない、でもなんかこうそれぐらいワクワクしてるってことですね。はいはい、素晴らしいと思いますね。はい、逆に言うとですね、今後メーカーさん、シャフトメーカーさんにこういうシャフト出してくれたらもっとワクワクするのになっていうのは具体的にありますか？ああ、でもそうですね、まあ本当にだからハードヒッター DI っていうシャフトはこれ以上にもう手元と先端硬かったんで、もう本当に曲げたくない。だから振動数が硬いとか柔らかいとかじゃなくて、感覚的にこれは棒やなみたいな感じのシャフトなんですよね。だからやっぱしなり量が少ないってそういう風に感じるんですけど、やっぱりちょっと今全体的に、僕は偉そうに言う気はないですけど、シャフトメーカーさん全体的に中に寄せてくる傾向があるんですよね。当然やっぱ大衆に受けないとダメなんで、中に寄せてくる傾向がある中で、やっぱりたまにですよ、もちろん全体的に売れないといけないシャフトは絶対いると思うんですけど、たまにちょっと極端な今回みたいなシャフトとか、まあ、逆にダブルキック、ダブルアクション系のシャフトとかっていうのはやっぱりその、まあ、1年おきにシャフトメーカーさん各社出してきますから、そうですね、まあ、5年に1遍ぐらい出してくれたら、まあ、僕もなんか、まあ、それはフィッティング向けのシャフトっていうことですね。カスタムシャフトとして向いてるシャフトというよりは、フィッティング向けのシャフトっていうのが出たら、もう本当にやっぱり僕らは嬉しいですね。はい、数字的に大体ヘッドスピードであるとか握力的にもしあれば、まあ、実際ですね、振動数も 5S で 260、6S で 264 と、まあ、普通の 50g の S とか 60g の S よりやや固めに出てる、プラス感覚、これ多分振ってもらったら感覚的にも硬く感じてくるので、やはりヘッドスピードという、まあ、一つの括りで言うも変なんですけど、やっぱ45以上の人がやっぱ振らないと、なかなか本当に棒みたいだなっていう風に感じる人が多いと思います。であとは、やっぱ握力的には重いシャフトを打つためには、僕は握力は最低両方45以上、できたらやっぱ50、50は欲しいなと。はい、だからヘッドスピードがやっぱりね、もう最近握力の話は、これはまあ
このシャフトに限らず言ってますけど、やっぱり 60g のシャフトを入れようと思うんやったら、僕は 50-50 はやっぱ欲しいと思ってるんですよね、握力は。だからヘッドスピードがそれが今度50とかの人、最近よくクラブフィッティング来てくれるんですけど、55-55、もうできたら60近く出てほしいっていうのはやっぱありますから、やっぱ自分のヘッドスピードに、このシャフトに限らず自分のヘッドスピードに当たり負けしないだけの握力っていうのは鍛えてください、はい。どのようなヘッドがこのシャフトに合いそうですか？そうですね、まあ、さっきもちょっとお伝えしたように長尺化できるっていうメリットがあるんですよね、こういうシャフトって。だから今度あまり重すぎる 200g 越してくるシャフトを、どっちかっていうと最近大型ヘッドが合いますよっていう説明が多かったと思うんですけど、これは長尺として45.5インチから46インチで作れると思うんで、まあその長く作れるという概念からすると195グラムぐらいですか、200までの間ぐらいのヘッドがいいかなとはいえ、やはりハードヒッターに進めたいので、195を切るようなヘッドはお勧めできないですね。だからまあすごいピンポイントのターゲットになりますけど、195グラムから200グラムぐらいのヘッドっていうのを僕見つけてほしいなと、はい、思います。ここ最近で一番ワクワクしたエピソード、この前ね、本当に2人ぐらいから告白されたんですよ。でその後なんか、よく漫画でありますけど、私もって言って6人ぐらいに増えて、もうどうしよう、あたふたあたふたってした瞬間、パッと目が覚めました。でもほんまなんちゃうか、ちょっとほんまなんちゃうか。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、アクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。